スマトラ島周辺の M5.5 以上の地震スマトラ島沖地震はスマトラ島周辺で起こる大きな地震の名称。スマトラ沖地震、スマトラ地震とも通称される。複数の地震が発生しているため、本校ではスマトラ島周辺で起こる地震の全体の概要を説明する。なお、単にスマトラ島沖地震という場合、 通常は2004年に発生したマグニチュード9.1の地震を指すことが多い。ミャンマーから大スンダ列島、小スンダ列島、ティモール島にかけてインドオーストラリアプレートとユーラシアプレートがぶつかり合うスンダ海溝がある。ここは世界有数の地震多発地帯でスマトラ島周辺では100年から150年の周期で大きな地震が繰り返し発生している。 過去から地震を多数経験してきており、2000年代に入ってから発生した蒸気の地震も、その一連の流れの一つである。過去の記録では901年頃に、MW8.9 と推定される地震、1797年に、スマトラ島中部沖で M8.4 と推定される地震、1833年に、スマトラ島南部沖で、 MW8.9 と推定される地震、1861年に、スマトラ島北部沖で、MW8.5 と推定される地震などが起きている。2004年の地震では、スマトラ島北西沖からアンダマンにこばる諸島に、かけてのプレートの境界が 1000km 超にもわたる、巨大な範囲でずれ、一気に、マグニチュード9を超えるエネルギーが解放された。 これにより、周辺のユーラシアプレートにかかる力が大きく変わり、2005年の地震などを誘発しているものと考えられている。インドネシアで2004年以降地震が急増しているのは、このためではないかと見られている。なお、地震の種類としては2009年の地震を除き、プレート間地震となっている。このほかスマトラ島の沖で発生したものではないが、 2013年には、スマトラ島内でも M5.9 の直下型地震が発生している。本来、スマトラ島沖は、スマトラ島北西沖から、スマトラ島南東沖までの広い範囲を指すが、2004年12月26日に、マグニチュード9.1の地震が発生して、大きく報じられて以来、スマトラ島沖地震はこの地震のことを指す場合が、非常に多くなった。 これらの地震により火山活動も活発となっており10以上の火山で地震が増加。2006年5月と2010年10月には村ピ山が噴火に至っている。また巨大地震の頻発によりトバカルデラにおける破局噴火につながる可能性も懸念されている。ありがとうございます。